6月12日、いよいよテスラのロボタクシーが現実のものとして動き出そうとしています。テキサス州オースティンでは運転席に誰もいない完全自動運転のモデル Y が実際に行動を走り始めているんです。しかもこの実験、当初の予定より1ヶ月も前倒しでスタートしているというから驚きです。さらに今後は工場からお客さんの家まで 車が自動で納車されるというセルフデリバリーの時代もすぐそこまで来ています。おはようございます、ケです。今回はそうしたテスラの革新的な動きとともに、投資家からイーロンマスクさんに突きつけられたある要求についても解説します。 政治、投資、そして未来のモビリティ、これらが交差する今回のテスラニュースはオーナーの方にも投資家の方にも影響を与える内容ばかりです。ぜひ最後までご覧ください。ではここからは現在テキサス州オースティンで進行中のテスラの無人運転テストについて解説をしていきます。イーロン・マスクさんは自分自身の X の投稿で過去数日間オースティンの行動で 運転席に誰もいない状態のモデル Y をテストしており、事故などのインシデントは一切なかったと報告しました。このテストは 本来6月末に始める予定だったんですが、なんと1ヶ月前倒しで開始されたとのことです。つまり予定を大きく上回るスピードで、テスラの完全自動運転の技術が実用化に近づいているということになります。そしてさらに驚きなのが、来月には自動納車、つまり 車が工場からお客さんの元まで自らの力で届けられるという計画も進行中だという点です。これまでの常識では考えられなかった納車のあり方が現実になろうとしています。ちなみにここで使われているのは FSD Unsupervised という完全自動運転のソフトウェアです。FSD っていうのはフルセルフドライビングの略で アンスーパーバイズドっていうのは監視なしという意味です。つまり人間の監視を一切必要とせずに車が全ての運転判断を行うというレベルにまで達しているわけです。続いてはテスラのロボタクシーサービスがいよいよ実用段階に入るという話題です。テスラは6月12日を目標に テキサス州オースティンでロボタクシーサービスを正式にスタートさせる計画だと今日は多くのメディアで報道されています。 このロボタクシーサービスの初期段階では、10代から20代ほどのモデル Y が使われる予定で、すでに公道での無人走行テストも行われていると先ほどお伝えしました。そして最初は完全な一般公開ではなく、招待制で一部のユーザーを対象に提供される見込みのようです。 これはサービスの品質向上と安全性の確認、そして規制当局からの承認を得るための段階的な戦略と考えられます。また、招待制っていうのは限られた対象者のみにアクセスが許される形式で、品質や安全性の管理がしやすいというメリットがあります。 こうした慎重な立ち上げ方からも、テスラがこのプロジェクトにいかに真剣に取り組んでいるのかっていうのがわかります。では、ここからはロボタクシーの前進とは対照的に、投資家たちがイーロン・マスクさんに対して突きつけた異例とも言える要求についてご紹介します。報道によると、アメリカとヨーロッパの年金基金などを含む12の主要な投資家グループが テスラの取締役会に所管を提出しました。その内容は、イーロンマスクさんが週40時間以上、テスラの業務に専念することを義務付けるべきだという内容です。この要求の背景には、イーロンマスクさんが X やスペース X、ニューラリンク、ボーニングカンパニーなど、他の複数の事業に関わっていることが関係しています。 投資家たちはそれらの事業活動がイーローマスクさんの時間とエネルギーを分散させテスラの業績に悪影響を与えていると考えています。実際報道によると2025年第一四半期のテスラの業績はかなり厳しいものでした。 売上は前年比で13%減少し、純利益は71%も減少したと伝えられています。また株価も2024年の12月のピークから約24%下落しています。こうした状況の中で、投資家たちはイーロン・マスクさんのリーダーシップそのものに疑問を投げかけ始めています。 もし彼がテスラに十分な時間を割けないのであれば CEO の交代も検討すべきだと強い意見まで出てきているんです。また取締役会に対してはイーロン・マスクさんの影響力を制限しより独立性の高い経営体制を築くようを求める声もあります。これまでのカリスマ経営からガバナンス重視の経営スタイルへと移行すべきだという主張です。 では、こうした圧力の中、イーロンマスクさんはどのような動きを見せているのでしょうか。イーロンマスクさんはついに同時にと呼ばれる政府効率化チームでの役職を終了したことを明らかにしました。今回の離脱の理由について、イーロンマスクさんは2つの点を挙げています。 一つ目は特別政府職員としての法定任期である130日間を満了したこと。そして二つ目はトランプ大統領が提案した新しい予算法案、One Big Beautiful Bill に対する失望です。この法案が政府支出の削減どころか連邦赤字をさらに悪化させる内容であったため、同時の理念に反すると判断したようです。 この決断は、イーロンマスクさんが政府の枠組みの中ではなく、テスラやスペース X といった民間企業で変革を進める方が効果的だと考えている現れとも受け取れます。また、政府関連の仕事を離れたことで、今後はテスラにさらに集中する時間が増えるのではないかと見る声もあります。 ロボタクシーのスタート、投資家からの圧力、そして政治との距離の取り方、こうした一連の動きはテスラの今後の方向性やイーロンマスクさん自身の経営スタイルに 大きな影響を与えるかもしれません。はい。ということで、ここまでテスラのロボタクシーの最新動向、投資家からの圧力、そしてイーロンマスクさんの政府ポジションからの離脱までを見てきました。では、これらの動きは僕たちテスラオーナーやテスラ株の投資家にとってどんな意味を持つのでしょうか。まず、オーナー目線で言えば、今回の無人運転テストやセルフデリバリーの開始っていうのは、 自分が所有するテスラが近い将来全く新しい価値を持つ可能性を示しています。例えばロボタクシーに自分の車を登録すれば車が自動で人を運び収益を生み出す。そんな未来が現実味を帯びてきました。一方で投資家にとってはテスラが単なる自動車メーカーからモビリティと AI のプラットフォーム企業へと進化しようとしている兆候だと捉えられます。 つまり、車を売るだけではなく、走って稼ぐビジネスモデルに変わることで、収益の柱が増えるということです。ただし、注意点もあります。ロボタクシーの導入には、規制の壁や社会的な受け入れ、そして技術的なリスクも存在します。また、イーロンマスクさんの発言や政治的スタンスが、今後も企業価値に影響を与える可能性があることも、今回の投資家の動きから明らかになりました。 今回の動画では、テスラのロボタクシー計画の進展、イーローマスクさんへの投資家からの要求、そしてイーローマスクさんの政治的な動きまで、様々な視点からテスラの今をお伝えさせていただきましたけれども、ロボタクシーがついに走り始め、テスラは新たなステージへと向かおうとしています。一方で、投資家からの圧力や社会的なイメージの変化など、リスクと向き合う場面も増えてきています。 皆さんは今日の内容どう思われましたかロボタクシーに期待されていますかイーロン・マスクさんが同時から離れることについてどう思われましたかぜひコメントで教えていただければと思います。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日はテスラ株伸びてきておりまして、現在360ドルを超えて361ドルとなっております。これは同時から離れることなどが影響しているようです。 はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いいたします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。 僕自身、LINE のオープンチャットを使って、テスラオーナーの方、テスラ株投資をしている方たちと、テスラ情報を交換できるコミュニティを作っています。もし、テスラに関していろいろと情報交換したいと思われる方は、ぜひ来られてください。一緒にテスラ情報を交換していきましょう。参加費も無料です。 参加方法ですけれども、概要欄に僕のサービス一覧のリンクがあります。そこにアクセスしてもらい、オープンチャットの参加から参加されてみてください。オープンチャットは名前もアイコンも変えれて、匿名性も高いと思いますので、気軽に参加されてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた